保管されています。左手のグリーンの橋が万年橋、下を流れているのが小名木川でございます。白紙や北斎の浮世絵に描かれた橋だとも言われています。世界的に有名な照明デザイナー石井もともさんのデザインにより、中には俳句に近い公式棒の明かりの点滅がございます。正面のラベンダーブルーの橋が昭和関東大震災後しました。Sì, uno di loro.
Questo finisce su YouTube. Ah, no, certo.